せーの、おはようございます。3日目ですね。そうです、3日目の朝の今は8時になります。はい、はい、朝ごはん食べに行きたいと思います。そう、でまた今日もね、9時に、はい、車をチャーターしてるので、はい、30分ぐらいしか食べる時間がないので急ぎです。そう、まあ食べて、はい、タクシーに乗って、はい、観光していきたいと思います。はい、ということで朝ごはん行ってきます。こんな感じで結構安全がっちりです。めっちゃ大自然。面白そう。で結構いろんな人がいます。おお。おお。大自然です。これはもう。テカテカ俺顔。ブランコに来ております。はい、楽しいね。暑いよね。暑いのは一緒だけど、ね、これのうんちがコーヒーになったやつが高いらしい、ね、日本で飲むと3000円ぐらい。入場料が32万ルピアだっけ、1人、うん、で、まあ、コーヒーとかもこうなんか飲めますよみたいな感じですね。写真も撮ってもらえますよと。そうで、僕たちなんか日本トラベラーズジャパンみたいなやつやったんですけど、結構案内してくれてめっちゃいいよね、うん、全部通訳さんみたいな感じでね。え、ちょっとこれでいってみ、ね、これやばい、これブドウジュースみたいな、あったかいブドウジュースの味する。割にね、反応すごかったよ。こういうテーマはこういう試作品をいっぱい飲んでるし。これいけるね、来年。はい、ありがとうございます。これお切りしようか。はい、ちょっと甘み足りないね。これがあの、フンです。あ、これ？はい、のやつ。これか、これだ。この子のフンのコーヒー。こんな感じで終わりました。どうでした？いや、普通に良かったね。ハートになってる。マジ暑いわ。シール暑さに弱いです。やばいです。来ました。こちら135ルピアですね。はい、今行ってます。 SNS 世代。じゃ食べていきたいと思います。はい、いただきます。はい、どうぞ。うまっ、おいしい。味付けおいしいね。味付けうまいよね。バーベキュー的な味ですね。めっちゃおいしい、ね、このビンタンっていうビールがなんかね、結構飲みやすいビールで美味しくて有名らしい。おいしい。マジうぜえ。一生お子様。ここでチケットを買います。世界遺産ですね。はい、1925年ぐらいにヨーロッパ人によって発見された一人500円ぐらいですね。そう、500円ぐらい。中に入れます。バリサファリパークに来ました。イエイ。こちらです。これから何だろう。ちょっとよく分かってないので、任せっきりだから。ヘビか。ヘビとヘビを、ヘビいけるって言われたもんね。ヘビです。スマトランエレファント。ゾウになります。じゃあ乗りたいと思います。こちらにゾウがいます。すごい、どうやって操縦してんのっていう。腰が当たるの。あ、前と後ろに現地人おるわ。現地人いる、前と後ろに。結構高い。なんかちょっと毛生えてるな。だいぶね。いやー。インゾウ、家ではどう。ゾウちょっと毛生えてる毛について。ちょっと可愛くね。ちょっと可愛いよね。ゾウも生きてるんだっていう。シマウマとシュウ。え、ちょっとシマウマとこんな近くにツーショットないよ。仕込んでる。でしょ、仕込んでるでしょ。はい、ということで動物園の工程を終えました。そうですね。どうでしたか。
いや、動物ってめっちゃ頭いいなって思いました。頭いいよね。そう、しかもめっちゃ可愛いね。マジでおすすめです、こちら。はい、皆さんどうぞ。バリサファリぜひ。はい、ナイトサファリもあるらしいから。あ、そうなんだ、うん、ぜひおすすめですね。おすすめです。はい、ということで、じゃあ一回車行きます。バイバイ。ここはフィンズビーチクラブというところでございます。そうです。そう、なんかプールに入ってプールの中座りながらお酒飲みましょうみたいな。そう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 、2人席を借りたんですけど、席借りなくてもこういうご飯屋さんとかで席料はかからずにご飯だけの値段で行けますっていう。そう、じゃあプール入りますか。はい、ライブチのやつはダブルは頼みました。そう、そこの海沿いのね。いや、結構さ、多分早めに来た方がいいよね。うん、携帯落としていい？ダメです。そそります。ちょっと俺ミント外そうかな。ミントない方が美味しい。はい。それマジうまい。これマジで美味しい。じゃあ乾杯しましょう。そうですね。乾杯。乾杯。どう？うまい。グッジョブ。続きまして、料理を頼みました。いいです。ミディアムレアにしてもらいました。おぉ、じゃあチキンピザですね。はい、それじゃあいただきます。最高らしいです。どうぞ。うまっ。おいしい。ポテトから行く派なんだ。はい、なんか格好つける。晴れ出ます。ちょっと、あー、毛量がすごい。一人です。みんなカップルとかで入ってるのに一人です。笑ってます。またコンバース入ってます。俺マジこれ安かったら買うわ。うん、昨日と同じ値段だったらね、うん、え、この色も顔珍しいね。何ペソ、何ペソやねんします。9000円。あ、一緒かんこしって言ってんじゃん。だって日本で買ったら1足1万6000円するかな。日本で買ったら1足分ぐらい2足買えるね。そう、日本だとやっぱさ、送料とか関税かかるからさ。はい、はい、買ってます。また2個購入しました。2つね、また2つで紹介します。はい、ありがとうございます。昨日の購入品紹介と一緒に、はい、やりたいと思います。ピース。バリのせいです。全部バリのせいだ。普通にクタも栄えてる。ここハーレーとかラルフローレン。そう、ラルフローレンがなんかいっぱいあんだよね、謎に。オークリーとかフリッパー、うん、マックとかあれね。そう、吉野家もあるんです。そう、さっきなんかタイもあるよって言われたね。うん、はい、いつも知ってるから。そうね、そうだよ、顔に出てたね。はい、顔に出てた。いつものあれがスーパーマーケットに来ました。お土産屋さんだね、ほぼ。置物とかがいっぱいある感じかな。置物いいよね、こういう。しかもこれ確か木で作られてんだよね。どれ？本当だ。俺これ玄関に置こうかな。え、愛の好きなやつじゃん。猫かわいいよね。猫アレルギーね。これケチャダンスというね、伝統的なやつですね。そう、なんかちゃんと物語があるらしくて、ね、今それ読んで。簡単に説明してください、10秒以内で。なんか海から魔物が陸に上がってこないように祈る儀式が発展したものでございます。おお、わかりやすい。まあ、そういう劇とショーとダンスみたいな感じかな。あとサンセットみたいな。そうですね。あとお寺みたいな。そうだね。チャーハンとロブスターですね。多分もう一個来るのかな、ロブスター。はい、ですね。と、豚肉のやつと、はい、パッタイ。ビーフンです。ビーフン。って感じですね。頼みすぎました。頼みすぎたね。いただきます。はい。
うまい、よかったね。また来ました。やばい、海鮮世界っていうお店に来ました。こちらのエビ食べてみてください。さっきねお店の人がこうやって剥いてくれました。はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、どうぞ。どう、辛かった。まさかの辛がありました。せーの、こんばんは。ということで、ただいま空港に着いたんですけど、フィンズビーチクラブの料金はなんかあの元々のチャージみたいな感じで、はい、日本円でだいたいダブルのシートを僕たちはやったんですけど、2万5000円ぐらいそれでチャージみたいなして、その中からこう料金、料理頼んだら全部引かれていくみたいな。そうだから、そう、その例えば2万だったら、席代が2万だったら、その2万円分食べ物とか飲み物を何でも食べ飲みして、それを満たせば席代がねなしになるみたいな。そう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 、逆に行かないとその分損になっちゃうから、そう、僕たちはそれをルールちゃんと分からず食べてたんで、あと150万ルピアぐらい余っているからどんどん頼みなよって言われて、そうで、もう無理やりもう、そう、お酒とかめっちゃ飲んで、すごいなんか金持ちのやつらみたいな感じで急に頼み出したよね。そうそうそう、って感じでした。はい、ちゃんと完食して、はい、ってことで、まあ今空港着いたんで、はい、今回の旅もおしまいということで。そうですね、僕たちちょっと安い目のツアーできたので、そう、乗り継ぎして、乗り継ぎがマニラに乗り継ぎして、そこから2時間待ってまたマニラから成田へっていうちょっと過酷なあれやつなんで、そう、まあ、頑張りたいと思います。でも楽しいからね、まあ、映画見たりして、そう、まあ、寝たりして、はい、やって、ちょっとヒゲちょっと剃れてないから、そしたらどこが広すぎる、お互いちょっとやばいやん。そうっていう感じで、はい、まあ、無事に帰れたらいいなって思ってます、はい、ということで、まあ、今回も見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。またこれからも見てください。はい、購入品紹介とかもねチェックしていただければ、はい、はい、ということで、いいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。